やあ、先生だけ来てよ。よっしゃ、続きやっていくぞ、夢見事件。もうさあ、もうシリアスの塊と化してるよね、この雰囲気がさ。どうなることやら。なんか、裕福な家庭で過ごした一人っ子みたいな座り方するな、お前は。お前はこんな、ここは、お湯が作り出した夢らしい。だが、なぜもう一人の俺が実在するんだ。それに、夢を作れるのは伝承の生き物だけのはず。夢の力に夢を作る力はない。そのはずなんだ。てるくん、伝承の生き物説が上がってきてるね、これ。この説、水曜日のダウンタウンに持ち上げてみたらさ、解明してくれるんだろうかな。謎が多すぎる。あいつに聞いてみよう。調べる場所をタッチしてください。前から気になっとったこのさ、ホラー版メインジャンでコナンみたいなのやんねえんだな、お前は。あの扉、なんだ？あれが、相手が、あれが閉じたら CM に入るのか、お前。この扉は、言うならば、悪魔の扉。見た目っぽい名前つけてくるな、お前。悪魔の扉。その名の通り、恐ろしいものが封じられている。本当に見た目通りな感じになってきている。まさか。そうだ。色欲にまつわる記憶を封じ込めた扉だ。色欲の呪いが発動した4年前の事件。忌まわしい記憶は、この中に封じ込められている。それは、お前にとっての空白の記憶となり、思い出すことはできなくなった。封印したんやな、この夢の中に。4年前に色欲の呪いが使われたのか。でも、どうして俺に空白の記憶ができたんだ。忘れなければいけないことだったのか。理由は2つある。その1つ目はさ、暇だったからだみたいな、リュークみたいなこと言うなよ、お前。言うなよ、お前。1つは、再び色欲を発動させないため。もう1つが、忌まわしい記憶を思い出さずに夢見てるとして生きていくためだ。え、なんなんそれ。ってことはさ、思い出したら夢見てるじゃなくなるみたいな、別の何かになってしまうみたいな感じなん。てるくん普通の人間じゃないん、もしかして。え、4年前に起きた恐ろしい事件、俺たちはそれを忘れなければ平穏な生活日常を送ることはできなかった。色欲によって起きた事件をなかったことにしなければ前に進むことができなかったんだ。そんなにひどい事件が起きたのか。そうだ。だから思い出さない方がいい。俺たちが受け入れるには重すぎる事実だ。この扉が開くことは永遠にない。っていう扉は大体後に開くんですけどね。もう、ちゃちゃ揺れるとまずいかもしれませんけどさ、そういう扉って大体のうちに開くんですけどね。よっしゃ、次。まず、お前自身か。お前自身もちょっとさっきに聞かせてもらおうか。お前は何なんだ、お前は。もう一人のテル。やみてる。お前は何者なんだ。俺が作った夢の中にどうしてもう一人の俺がいるんだ。同じ人間が二人いるということなのか。いや、もともと夢見てるは一人だ。だが、4年前の事件の時に、魂は二人に分かれた。そしてここは、霊力によって作り出した夢。伝承の生き物と同等の力を持つ夢見の家系は、本来夢を作り出すことができる一族だった。俺はこの夢を作り出し、魂だけになったが、ここに留まることができたんだ。ちょっと待て。夢見の家系は伝承の生き物と同じ力を持っていたのか。そうだ。俺たちの伝承の目はその証拠。お前は空白の記憶が作られたために本来の力を忘れ使えなくなった。唯一ドリームリンクで夢に入る能力だけは残されたようだが。そうだったのか。伝承の力を持っとった。ってことはなんか伝承の生き物と同格の生物って。生物で言うか言い方はあれやけど、同額な力を持っとる人間ってことなんじゃ。でも、ちょっと待て。魂だけになったお前は死んでいるのか。
いや、体はないか、死んでいるわけじゃない。だが、夢見てるという器は一つしかなく、それにはお前が宿っている。器のない俺は夢の中でしか生きられない存在ということになるな。ちょっと待って、それ後々テル君の体をお前が乗っ取るみたいな話になってきそうじゃないの。お前夢の中だけで生きている存在、はあ、ネコルナは何なんこいつ、どうしてネコルナがここにいるんだ。大体第一話でさ、偶然見つけたみたいな感じでやったんで。いつだったか、お前とルナが餌をあげ忘れた時があった。その時、お腹が空かせたネコルナがこの夢に入ってきたんだ。いや、そういう説明な。偶然入ってきましたみたいな感じで言うんじゃないよ、お前。偶然庭に入ってきたから餌をあげましたみたいな感じじゃないぞ、お前。ふざけるな、お前。ネコルナが夢に、どうやって？理由はわからないが、子猫には夢に入る力があるようだ。ネコルナにそんな力があったのか。今ではすっかり懐いたぞ。知らんわ。そんな誇らしげな顔すんな、お前も。笑った、悪いやつじゃないのか。でも、なんだこいつから感じる異様な雰囲気は。たまにシリアスな笑い入ってきようが、なんなんこれ。玉座、そうだ、気になるわ。だどうでもいいところだけど気になるわ。あの椅子、母が作っていたものに似ている。マジか。お母さんすっごい趣味だな、お前。女帝か、女帝を目指してるのか、母。その通り、これは母が気に入っていた玉座だ。夢とは、いわば記憶の世界。俺とお前の記憶にあるものは、ここで具現化できるんだ。なるほど。だからここにもあるのか。確か、テレビにいて始めた頃に、母が気に入って海外から取り寄せたんだっけ。出演用か。テレビに出演するためのものか、これは。要は、特に何の変哲もないけど、とりあえず見た目がアレな感じなんじゃ。見た目で選んだんじゃ、完全にこれ。特に意味はないんやな。そういえば、あの頃からだった。母の様子が変わり始めたとか。呪われてるね、この椅子。それ、この椅子が呪われてるタイプのやつだね。座ったものを呪いをかけるタイプの椅子だったのかね。母は、あの頃から。あれ？母はどう変わったんだっけ？ああ、空白の記憶だった、ここ。忘れて、思い出しちゃあかんやつだったんだ。さて、夢の出口まで送り届けよう。現実のお前がここにいては寝不足になってしまうからな。ああ。そうか。この黒い空間って、テル君が作り出した夢だったんじゃ。だったらチェリーちゃんが入ったのは何だった、何これ。なんか異様な光景やな。高卒社会人の兄と中学生の弟が一緒に帰るみたいな感じになってるやん。なんか異様な光景やなこれ。もう一人の自分と歩くなんて不思議な気分だ。本当に信用していいのだろうか。俺は空白の記憶を作られたせいで肝心な部分が思い出せない。でもこいつは知っているはずなんだ。謎のすべてよ、テル。なんだ。ルナを守ってくれ。またそれか。詳しく話すことはできないが、四季の事件はルナを守るために起きたんだ。何？ルナを守らなければ、本来存在しないはずの俺が夢のこの夢にとどまった意味も消えてしまう。ルナがどうしたって言うんだ。過去に何かあったんだ。それを話すことはできない。それをお前が思い出したら、悪魔の扉は開き、色欲が発動してしまうからだ。色欲が発動してしまうからだって、お前。意では発動してしまうからだ、みたいな感じ。そんな感じの言い方するな。イデオンじゃないんやけん、イデオンじゃ。謎は謎のまま、か。ルナも全てを知っている。こいつと同じように何かを隠している。
でも言えない秘密を探ってルナを苦しませることはもうしたくない。ルナを守るよ、妹なんだから当然だろ。これさ、まさか実は夢見ているはこの夢の中に出てくるもう一人の自分の方であって、テル君は自分のことを夢見ていると思っていたもう一人の別の何かだったみたいな。やけんルナちゃんとこの夢の中のテルは兄弟やけど、実は今のテル君とはルナちゃんは全く関係のない人間みたいな、そんな構図だったりせんだろうな。それはちょっと考えすぎかな、妄想しすぎかな。ああそうだな、愛する家族なら無条件で守るものだよな。ああそうだな、何その意味深げな感じの言い方、なんだ。今日お前が夢に入ってきたのは予想外だった。だがもう会うことはないだろう。ルナさんに守ってくれるのなら俺から伝えることはもう何もない。ああ必ずルナを守るよ。信じているぞ、もう一人の俺よ。じゃあな、アデュー、バイナラ。お元気で。夢に実在するもう一人の俺、本当にもう会うことはないのだろうか。そんで次の日寝た時にまだできたらお前ぶん殴るぞ。お前あんな別れ方しておいてまた会っただで済ますか。お前あーこんな感じで戻ってくるのね。夢の中が出てきたんだもんね。そりゃそんな感じで戻ってくるよね。さらっとネコロナが近くにいるね。戻ってきた。ネコロナにもあんな秘密があったとは。俺の家族はどうなっているんだ。もう寝よ。何よこれ。今ここは1階のリビングだ。俺の部屋は2階だ。電気を消して部屋に行こう。廊下に出るリビングに戻る。なんでリビングに戻る感じになるんだ。気になるぞ、リビング気になるぞ。なぜ戻るんだ。ちゃんと電気は消してあるな。つけてみる。なぜじゃあ洗濯機に入れるんじゃない。それはなぜって行動したかもしれんけどさ、そんなすっぱり引き換えても困るよな、俺の方も。どうしますか。上がるぞ。え、消した状態でも上がれるし、つけた状態でも上がれるってなんか違うんかな、これ。手前に俺の部屋が、奥にルナの部屋がある。この廊下は、あの窓から街灯の明かりが入ってくるので、電気を消しても明るく感じられる。はあ、俺の部屋だ。電気をつけっぱと消した時とでなんか変わるんか。消えました。なんか音聞こえてくる。なんで消えた瞬間、何の音だ。あーなんかおるよ、なんかおるね、なんかおるね。寝ない子誰だかな、これ。もしかして寝ない子誰かだな、お前。早く寝なかった、テル君行ったりして何か襲いかかってきようという。寝ない子誰だかな、もう小さい頃でよく聞かせてもらったやつやな。何か布っぽいものが揺れてる。てか、カーテンじゃないの？カーテンじゃないんだね、これ。確かに、この付き方カーテンじゃない。カーテンレールもないな、カーテンじゃないわ、これ。これはつけてみようか？それとも、このまま暗いまま近づいてみようか？近づいてみましょう。どうしたん？布が落ちた。つける、結局つけるんかい。あれ？何もない？何も落ちてない。ガチの霊、ガチのやつや、お前。ガチのポルターガイスト起きとるやないか、お前。それじゃあ、今のは何だったんだ？
ルナのいたずらか、どうやってやったんだ？だとしたら、ルナどうやってやったんだ、お前。イリュージョンリストじゃないか、ルナちゃん。お前、それでお金取れるぞ、お前。飯食っていくぞ、お前。だとしたら、お前。種も仕掛けもないって言うてる、本当に種も仕掛けのなさそうな感じやもん、お前。ルナ？なに、お兄ちゃん。もう寝たのかと思って。もう寝るよ。そっか、おやすみ。おやすみ。あともう少しでリオレース変わるからちょっと待って。それ絶対リオレース借り終わった後もなんかクエスト行くだろ、お前。早く寝ろよ、お前。もう半ばっかやってて寝不足になるなよ、お前。ルナは部屋の中にいた。思い過ごしだろうか。あ、もしかしたら今のルナちゃんの声さ、CD とかに録音してそれを流しとんじゃないだろうな。てるくんがこんな話をするだろう、こんな返しするだろうって思ってさ、そういう予測してルナちゃんもその返しを録音しておくという ルルーシュランペルージュみたいな感じのことを言う。コードギアスか、お前は。いや。今、俺たちの夢の力は狙われているんだ。何が起きてもおかしくない。一応、家の中をチェックしておこう。うん。もしかしたら盗聴器が家の中の至る所にあるかもしれんからな。ルナは寝ていれば大丈夫かな。余計な心配はかけたくないからな。このまま寝かせておこう。か言うて、扉の向こうではもしかしたら画面に向かって、モンハンやっている妹の姿がまだあるかもしれん。リオレースの次は何を狩るんだ。すべての部屋を見て回ろう。さあ、こういう時に怪しく感じるのは何だ。キッチンか、トイレか、リビングか、母の書斎か。あー、こういう時ってさ、ホラーの定番、トイレに行こう。花子さん、花子さん、いらっしゃい。怖っ。電気つけたかったらトイレってこんなに怖いんだねっていうぐらいの怖さ。つけました。めっちゃ輝いてる。めっちゃ綺麗に掃除してるんだろうな。めっちゃピカピカしてるね、これ。突然異常はない。最近はルナが掃除をしてくれるようになったので、水回りのピカピカだ。確かに。掃除の達人になっちゃった。ルナちゃんが掃除の達人になっちゃった、お前。トイレ異常なし。次は、キッチン行こう、キッチン。もしかしたら皿が割れた状態で地面に置いとうかもしれんぞ、お前。アビオニやん、それ。おぉ、すごい。壁に、こう、かけれるように、工夫しとんじゃん、これ。ルナちゃん、そこまでできるようになったんじゃん、お前。これさ、フライパンとか、調味料とか、こんな感じで壁に、やれる感じ。すげえな、あいつ。ほんとよな。すげえな、あいつ。よくやれるような妹になってしまった。よくできた妹だ、お前。じゃあ、書斎。あ、書斎ってことはさ、母の遺品とかあるかもしれんけん。霊能力者の母の遺品ぞ、お前。どんな感じなんだよ、書斎。あの椅子あるわ。そうか、まだこの椅子あるんじゃ。はあ、そうなんじゃ。座ってみれば。生前図が取った異彩でねえわ。異彩ってなんだな、お前。書斎だよ、お前。玉座、これな。何もなかったな、結局。リビング。さっきこっちから来たんやけん、何もないと思うんやけどな、ここ。うん。つけっぱ、ここはつけっぱで急ぐんじゃ。なんでだ。なると、やっぱり。うすうす感じ取ったけど、もしかしたらテルクの部屋に何かあるボタンのやつ。ここまで来たんじゃ。これでさ、あら、何もないか。寝ようで終わらんだろうな、さすがに。そうだろ？どうなる？何もない？
それにしても最近は寝るために帰ってきてるだけだから、余計な荷物はほとんどなくなったな。高校の勉強道具もしまいっぱなしだ。もっと勉強しないといけないけど、そうも言ってられないよな。光電気はつけっぱなしにしておこう。結局何もなかった。特に怪しいところはなかったな。あの布は何かを見間違えたのか。いやーよかった。でも戻った時からこれですよ。どうしたルナちゃん、狙われた。やっぱルナは狙われた。ルナどうした。もしかして3回リオレース枯れなかったみたいな、3回やられたみたいな、ハメコンデスコン食らわされてリオレース倒せなかったみたいな感じで言うなよお前。あ、よかった。ちゃんと部屋に何かおったんだ。おったらダメだろ、お前。おったらダメだろ、お前。部屋に何かいるな。なんだって。くそ、開けるぞ。